トスか。まあまあ美味しかった。まあまあじゃな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、最初のなんていうん、タイトルとかが出てる画面でさ、あの一軒家の方にハートマークがあったのが見えたけん、ほらほらほら、子供やな誰の家かはわからんけど子供やな。お、キングとのりちゃん、いいね、二人でお料理中。はい、のりちゃんを呼び出しします。いいね、ほのぼのした音楽。切ない切ない、私とセナキングの間に子供がいたら、と想像したりします。いいと思います。いいね、ですよね。ってことは次回ぐらいに生まれるかな。自治用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。この島のみんなが仲良くなったらいいと思います。理想やね。はい、カツ丼でもどうぞ。いただきます。今なんか料理しよったけん、多分自分たちで作る予定やったんやろうけど先に渡してしまうという。まあまあ美味しかった。よかったよかった。ちょ、キングが一人で食べることにならんといいけどはい、それじゃあ服、キャミソールワンピーどうぞ。なんかキングがめちゃくちゃ涼しげな格好をしとったけんね、もうすでに。いつもありがとうございます。うんうん、私からのお返しです。お宝銀貨をもらいました。ありがとう。さあ、それじゃあマンション見てこう。マンションの方にハートマークが出てほしいよね出てほしいんすよね。なんかまた友達マークが多いな。あー、怒ってる。めちゃくちゃ怒りをぶつけてる。今ちょっと不機嫌です。2組ぐらいはおる気がする。コインネと喧嘩しました。ふんふん、腹が立ります。仲直りしてください。このイライラも沈めてください。わー、ないんやな、何にも。ギリチョコ、アップルパイどうでしょう。いただきます。どうぞ。さあ、どうすか。まあまあ、しかももうお腹はいっぱいになってしまった。ってことはオルゴールで気持ちを落ち着けてください。はい、さあ、これでどうだろうか。穏やかな気持ちになりますね。うんうん、落ち着いた。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ、どうかな。許してもらえるだろうか。この間はごめんなさい。お願い小夢さん、お願い。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。実用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。自分にしかその面白さがわからない。そんな趣味が欲しいです。自分にしか、でも誰かと一緒にやりたいよね。いや、でもどうなんやろ、趣味。でも誰かと一緒にやるような趣味も特にないな。てか趣味自体がそんなに。アプリゲームとかはあれやけどね。あと2組ぐらいありそうじゃない？コルピックさん。あと4人おるもん、友達マーク。今ちょっと不機嫌です。どうしたどうした。クマちゃんと喧嘩しました。クマちゃん。あれやね、もうなんか、前々からおった人たちが、ギスギスしてきよる。うわぁ、コルピックさんも特にないんよね。ガム。どうぞ。
いただきます。どうすか。まあまあ美味しかった。まあまあじゃな。うん、コルピックさんはまだ入る。まだ入るぞ。アンパン。どや。いただきます。ねえ、まあまあばっかり。しかもお腹いっぱいになった。レベルは上がったけども。それじゃあ、革ジャン。急激に全然違うタイプになるけど。服、革ジャンをプレゼントしました。いつもありがとうございます。より一層怖い雰囲気が増したね。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。じゃあ、もうちょっとコルピックさん、ブランコで風になろう。はい。ちょっと、天井からぶら下げてみます。こんな、ねえ、いかつい格好したお兄さんが、機器としてブランコに乗るっていう、ちょっと旗から見たら怖いかもしれん。公園でこういう人おったら。もっともっと。はい。楽しんだな。あ、今風になった気分です。これでもう、気分は良くなったかい？仲直りしてこようと思います。さあどうだ、クマちゃん。仲直りできるか。じゃね、頭上に UFO を。間抜けな感じ。これで許しませんとか言われたら嫌やな。この間はごめんなさい。どや。どうすか？こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。失敗したら反省しますが、後悔はしません。それでいいと思う。で、あと一組おるんか？あれ、違うね。喧嘩じゃない。あずさちゃん、入ります。そんなことないっすよ。どうした、どうした？いいんじゃないでしょうか。初雪さん。どこや。かなり楽しい。相性バッチリ。じゃあ、あと一人は何なんやろ。それはぜひ、いてください。はい、梅干しでもどうぞ。なんかちょっと前にさ、梅干しの売れ行きがめちゃくちゃ悪いみたいな、若者の梅干し離れみたいな感じの記事を見たんやけどさ、でもなんかその記事に対するコメントが基本的に、なんか、なんて言うん？お、友達マークまた二人増えた？え、なんかね、ちゃんと酸っぱい梅干しを売ってほしいみたいな。梅干しは食べたいのに、その辺で買っても、なんか蜂蜜が入っとったりとか、なんか変な味付けされとって、甘みがあるのが嫌みたいな。でも確かにさ、まあ、蜂蜜とか、その辺美味しいんやけど、おにぎりにしたら全然合わんのよね、マジで。喧嘩じゃなさそうやな。ヨミちゃん、入ります。普通の酸っぱい梅干しで、おにぎりを作りたい。単体で食べる分にはいいんやけどね。お、友達。いいね、いいね。いいんじゃないでしょうか。いってらっしゃいまし。めっちゃウキウキで待ち寄る。友達になれるといいね、ちゃんと。
さあどうだ、合うか。お、マジか、あんな嬉しげに待っとったのに、ちょっとまだわからんかった。まあ最初から完璧に負けるって分かっとる勝負はしたくないけど、でも大体わからんけんな。はい、おにぎりどうぞ。さっきおにぎりの話しよったしね。すごく美味しかった。よかったよかった。何かといえばおにぎり握るけんね。まあ、塩むすびでもいいよ美味しいけん。でも私昔ね、蜂蜜梅結構好きやったんやけど、最近カツオの方がまだ好きなんよね。はい、ノートパソコンどうぞ。はい、道具、ノートパソコンをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。はいはい、実用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。なんかね、おばあちゃん家でつけてくれた梅干しがめちゃくちゃ美味しい。普通に酸っぱいけん。はい、ジンくん、入ります。ヨミさんが遊びに来ている。あゆなのそっくりさん、最近お会いしてませんでしたね。お久しぶりやね。あれ、めっちゃお腹いっぱいやん。何食べた？ゆうと友達になりたいです。ふんふん。いいと思うよ。紹介しましょう。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？ゆうさん、どうかな？真面目な話とかしてみる？ありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。さあ、こっちは気が合うかな。どうだろう。友達の輪を広げてくれ。あ、よかった。大丈夫そう、こっちは。うまくいきました。めっちゃルンルンやね。よかったよかった。おかげで友達になれました。お礼にこれもあげます。実用品、フライパンをもらいました。ありがとう。いつまでも私と友達でいたいです。うんうんうん。いてよ。どこ？かなり楽しい。なるほどなるほど。これで、とりあえずあれか、喧嘩は二組？二組やったっけ？二組やったね。うんうんうん。なんか友達マークはいっぱいあったけど、そこまでじゃなかった。よかったよかった。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。今日は27,100円集まりました。ありがとう。はい、そして、ミーニュース見てこう。こんにちは。正午のミーニュースをお伝えします。お願いします。自宅にいながら運動ができると、人気のブームランナーにニューモデルが発表されました。うんうん。最新式のペアトブームランナーは、あらゆるランナーの走りに対応し、あれやな、うちもさ、なんか結構大きめのブームランナーをさ、父親が買っとったんやけど、なんかしばらくしたら全然使われんくなっとったわ。私も最初のうち使いよったんやけどな。ああいうのってなんかちょっとしか続かんねよね、はい、みんなちゃんと続くんかな。ありがとう。明確に痩せたいっていう気持ちがあったら続くんかもしれんけど、楽しそうっていう感じでやりよったけん特に続かんかった。誰にでもよく似合うかな。絶対女の子には似合わないと思うんだ。買いますけども。さっちゃん興味津々。そんなにってぐらい見よったけど。はい、それじゃあ。お？友達マークがどんどん出てくるな。はい、千早さん、入ります。紹介とかないかな？どうもです。ペアトのこともよく知らないのですが、うちのペアトとは気が合いそうですか？いいんじゃないでしょうか。そうなんですか。ちょっと気になってきました。ぜひ話してみて。
ヨタはよくお腹出して寝てるんです。そんな一面がマジでそこが可愛いのね。はい、それじゃあカツ丼をどうぞ。いただきます。はいはい、どうすか。結構美味しかった。よかったよかった。レベルアップ。それじゃあ大きいリボンのワンピースどうぞ。どうすか。ありがとうございます。さっきに比べたらまあ、色味はだいぶ派手になったけど、でもちょっとシンプルな感じになったよね。だから金貨をもらいました。ありがとう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、あれか、次はキングとノリちゃんの子供がまた誕生するんだな。楽しみ。新たな命。